どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねヨーロッパのねとある国におりまして、まあ、本日はですね観光に行く予定だったんですけども、 ANA がですねなんとプレミアムポイント2倍キャンペーンをですね発表ねいたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。プレミアムポイントね、国内線プラス1000ポイントっていうのを今やっているんですけども、8月1日からですね ANA プレミアムポイント2倍キャンペーン、さらに一部の対象路線ではさらに500ポイント、またね国際線もね2倍対象っていう風になりますんで、 SFC などのステータスね狙われてた方はですねかなりいいキャンペーンっていう風になりますんで、もしね気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずねキャンペーンの詳細なんですけども、特典はですね、まあ、こちら公式サイトに出ている通りプレミアムポイントがね2倍になるっていう形になります。で期間がですね2022年の8月1日から2022年12月31日までっていう風になります。で対象路線なんですけども、国内線は全路線コードシェア便名に関してはANA 便名で予約搭乗した場合についてはですねこちら対象といった形になります。で国際線の場合はですね ANA の飛行機に乗っていただければ基本的に対象なんですけども、提携航空会社が運航するコードシェア便は ANA 便名で予約した場合であってもこちら対象外といった形になります。でこちらにね出てるこの路線に関しては2倍にもなるし、さらにプラス500ポイントがねもらえるということで、まあ、羽田から言うとですね大館とか八丈島、能登、富山とかね、まあ、ここら辺が対象になっておりますけれども、まあ、ここら辺に関しては2倍にもなるし、さらに500ポイントがねもらえるっていった形になるんですよね。これすごいですよね。で今回のね対象者なんですけども ANA マイレージクラブ全員会員ということで、こちらの今回のキャンペーンはエントリーも不要ですし、まあ、対象者限定でもありませんので、まあ、誰でもね利用することができるっていった形になります。でこのキャンペーンのねホームページなんですけども、これねなんでかわかんないですけども ANA のねマイページからじゃないと見れないようになっておりますので、まあ、その URL をね概要欄に載せておきますので、まあ、そこからログインしていただければ、まあ、ホームページ見れるっていった形になりますので、この点はね覚えておいてください。で今回のねキャンペーンのプレミアムポイントの積算時期なんですけども、通常の積載分とは別に搭乗の翌月月末にね付与されるっていう風になりますんで、普通 ANA のプレミアムポイントっていうのは飛行機に乗って、まあ、2日後ぐらいにはね付与されるんですけども、この2倍分に関しては翌月月末にね積算されるっていう風になりますんで、まあ、この点はね覚えておいてください。あの乗ったすぐにね積算されて、また残りは後でね積算されるっていう風になりますんで、これね覚えておかないとね結構不安になる部分もありますんで、この点はね覚えておいてください。ということでこういった感じになってるんですよね。まあ、今回はですね本当にエントリーも不要ですし、まあ、全員の方ね対象で ANA 2倍キャンペーンという風になりますんで、かなりね利用しやすいですよね。で今回ですね ANA はここ最近のねプレミアムポイントのキャンペーンっていうのは基本的に何パーセントのマイル積算以上の運賃じゃないと2倍にしませんみたいなね、まあ、そんなキャンペーンが多かったんですけども、今回のキャンペーンはですね全路線がね対象、まあ、全路線全運賃が対象っていう風になりますんで、ANA はね毎月29日に ANA 感謝の日っていうのをやっておりますよね。まあこれはスーパーバリューセールっていう感じで航空券のねセールも行われているわけなんですけども、まあ、こういったねセールの運賃に関しても今回からねキャンペーン対象っていう風になりますんで、まあANA のね飛行機に基本的に乗っていただければですね、パックツアーとかねそういうものであっても2倍キャンペーン対象になるっていう風になりますんで、これはねかなり利用しやすくていいですよね。またね国際線も今回ね8月からに関しては対象っていう風になりますんで、まあ先日ねJAL の方でフライオンポイント2倍キャンペーンがね国際線対象になってですね、ANA もならないかななんていうふうに思ってたんですけども、なりましたね。ちょっとねJGCC をねもう組んでおりますので、ちょっとねどうしようか迷ってるんですけども、いやちょっとね考えますまあやりたいことはねやりたいんですけども、やはりね修行っていうのはね基本的にお金が伴うっていう風になりますんで、まあでもね国際線がねやれるっていうのでちょっとねいいなと思っている自分もいるんですけども、ちょっとお財布と相談してね今後考えようかななんていう風に思ってるんですけども、 SFCC をね海外でやることもできるっていう風になりますんで、まあちょっとね円安が進んでいるので
路線をねかなり絞って検索していただく必要があるんですけども、まあお得な路線をね多分探せばあると思いますので、私の方はねちょっとそのおすすめ路線みたいなのはねちょっと調べる時間がないので、そういう動画ちょっと出せないかもしれないんですけども、まあぜひね興味のある方はですね検索ねしてみていただければなと思います。国内線に関してはですね、まあ今までね結構キャンペーンがありまして、視聴者の方からね教えていただいた路線なんですけども、こちらとかね結構いいんじゃないでしょうか。成田から那覇ですね、こちら先ほど検索してあったんですけども、成田那覇、9800円で、これで、獲得できるプレミアムポイントが2倍キャンペーン適用で、2952プレミアムポイントということで、こちら PP 単価ね 3.3 円とかで利用することができます。あとはねもう言わずと知れた私がね非常におすすめしているバリュートランジット28ですね、羽田那覇、那覇から石垣、この乗り換えの運賃ですね、これだと16150円ということで、こちらね獲得できるプレミアムポイントが合計4492プレミアムポイントで、価格が16150円ということで、こちらもね PP 単価 3.59 円で利用することができます。まあこういったね路線利用していただくとですね、結構ね簡単にSFC 使用ねできるっていった形になりますんで、ぜひね SFC 保有されてない方はですね検討ねしてみていただければなと思います。 PP 単価 3.5 とか 3.3 とかやばいですよね本当にやばいですよね。まあ私今回JAL の JGC やりますけども、それでもね8円とか7円とかそんなもんなんで、本当に3円台ってマジすごいですね。ということで今回ですね、ちょっと簡単な動画にはなりましたけれども、ANA がね、プレミアムポイント2倍キャンペーンを発表いたしましたので、解説させていただきました。で、またですね、今、ANA アメックスの一般カードとゴールドカード、こちらもね、キャンペーン強化中っていう風になりますんで、まあ、こちらの動画でね、解説させていただいておりますんで、もしね、このゴールドカードの方はちょっと年会費は高いんですけども100円で3マイル獲得することができるっていう風になりますんで、 SFC 使用でね検討されている方は発行してねこちらで航空券買っていただいて、まあ、一緒にマイルも貯めてでキャンペーンも狙っていただいてみたいなね感じで利用していただくとね結構爆発的にねマイル貯めれるかななんていう風に思いますので、こちらもねぜひ検討していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。